初代神武天皇の即位の年は、今の西暦でいうと紀元前660年ということになっています。で、この天皇のですね、即位から、数え方があって、これ日本紀元とか、後期とか、神武紀元とかいうのかな。私なんかまあ後期ってね、使ってましたけどね、最近あまり後期って言わないですね。でね、後期というのはね、戦前から特に戦争中はね、すごく使われていて、まあ、後期2600年というのは、西暦に直すと1140年で、昭和で言うと15年なんです。これは日本はですね、中国に攻め込んで、日中戦争が始まっていてですね、で、住居を爆撃しようということで、爆撃機を護衛する戦闘機がいるじゃないかということでね、日本海軍が作った戦闘機が、零式艦上戦闘機です。冷戦のですね、零というのは、この後期2600年の、この最後の数字を使っているんですね。はい、その後、1式、2式、3式、4式、5式まで作って、そこで日本は戦争に負けたので、6式戦闘機はありません。で、この紀元前660年からカウントしましょうというのをですね、これ、日本書紀の記述からね、計算してね、で、神武天皇が即位したのは紀元前660年だと計算した人がいるんですね。はい、江戸時代のですね、暦学者、渋川晴美という人で、この人はもともとね、囲碁の安井家に生まれて、囲碁大変強かったんですけど、その後ですね、天文学の方に、変わって、名前も変えてですね、暦を作ってました。その中で1677年にね、朝暦というのを作ったんです。普通、暦ってね、1ヶ月後の10日は何曜日かなって未来見るんですけど、この朝暦っていうのはね、過去に向かって作っていくんです。でね、渋川晴美さんね、ずっとこう計算していってね、そしてついに神武天皇が即位した日は BC660 年2月11日である。今の西暦で言えばね。ということを計算したわけです。で、当然、その時は、即位の日は1月1日だったんですけど、明治5年ですね、太陽暦を作るにあたって、計算し直したら2月11日だということが分かったので、2月11日はですね、紀元節というね、戦前の日本の祝日では一番ですね、大切な日になっていました。この日から日本の歴史は始まったんだろうということでね、みんな学校に行ってですね、日本大日本帝国万歳、天皇陛下万歳って言ったんでしょうね。で、今はね、2月11日ってね、祝日になってるんですけど、建国記念の日と言います。これ建国記念日じゃないんだね。建国記念日か建国記念の日かはね、大違いでね。それはまた自分で調べてください。なぜ建国記念の日が入っているかってね、のが入っているのが大事なんですね。この後期とかね、日本紀元ではですね、戦前の歴史の教科書に使われていて、で、満州事変ぐらいからはね、一般的に広まったので、これね、知ってないとね、フィールドワークでね、地方を調べるでしょ？そしたら、古い本とかね、あるいは石碑なんかにね、この日本紀元、で、刻んでやるのがあってね。で、この知識がないとね、何年かわかんないんで。で、次にですね、じゃあ、日本書紀がね、神武天皇が即位したのを、なんで紀元前660年に持っていったんだろうと。これについてはね、明治の初めに、中道夫先生が、それはな、中国で流行っていた新説というのをね、採用してるんや。で、新説の中に、新雲の年に大きな変化があって、その中でもね、1260年に1回大きな変化があるんやと。神武天皇がね、初めて天皇に即位するなんてのはまたすごいことだから。それはもうこの新雲の年にですね、行われたに違いないと。でも新雲の年だってね、60年に1回あるのでね、どれですかというふうになった時にですね、601年に推古天皇の
イカルガに都を置いたという600年というのはあるんやと。でそれの1260年前ということにしたん違うかと中見町先生が言い出したんです。で1260ってね、どうやって出てくるかというとね、まずね、漢詩がね60年周期でしょ。これは10巻12詩かな。でそれの最大公約数が60になるんです。で1番が孔子、紀野とメカ。でこれにね、音陽五行説を加えて、で新説を加えます。で新説ってね、日本がね遣隋使で行き出した頃ね、すごく流行ってたんだって。だけどね、隋の煬帝がね、こんなんやめろって言ってね、で中国では衰えてしまうんだけど、日本ではね、これが伝わってきてね、で音陽道の中に入ってね、日本では結構ねこう流行ってたみたい。で中山道夫先生がこれ使うたんや、親切使うてね、日本書紀は計算したんやと言い出してですね、で60年の中で親友は変化の年である。で21というのがね、これが変化の数でかけると1260になるので、だけど1260年に1回ある大きな変化が起きる親友の年に神武天皇は即位したということを言い出したんです。それで601年の親友から1260年前に持っていって、ここに神武天皇を置いたわけですね。で天皇はね、推古天皇は33代、神宮皇后を入れると34代になるのかな。34人の天皇をここにこう配置していくわけですが、その中でね、卑弥呼、邪馬台国の卑弥呼が239年に使い送ったということは、日本書紀や古事記を作った人は知ってるんだよね。当然ね。彼らは日本の知識階級ですから。中国とも交流があった時代の知識階級ですから。当然、岸和神殿とかね、いうのを読んでいるわけです。239年、日本に女王がいたと。女王って誰だろうって。当てはまるのは神宮皇后しかないよね。じゃあ神宮皇后を卑弥呼に当てはめますかということでですね。で、神宮皇后の年代設定が239年を含むところに置いたと。そうすると、神宮皇后15代の天皇なので、ここから前は14人しかいない。800年ある。800年を14人の天皇で書いていこうとすると、一人当たりの在位年数が60年。で寿命はですね、80年とか90年とかになってしまうのでね、不自然な感じしますけど、まあそういう事情があるわけ。で、卑弥呼から、卑弥呼神宮皇后から後ろは天皇が19人いて、で、これ300年か400年なので、まあ一人当たり在位年数20年ということになるし、で、だいたいさっきのね、和の号を見てもね、計算ね、やってますよね。ということで、日本書紀の編集者はね、魏志倭人伝を読んでいたんです。だから、卑弥呼と神宮皇后のとこ合わせてあるんですけど、ただし、本文には書いてないんだよね。神宮皇后が、卑弥呼で中国から和王に任命された、そこはちょっとなということでね、まあ、本文には書かなかったんだけど、でも、卑弥呼と神宮皇后は一緒やということで、日本書紀の中にですね、そういう風な書き方しているし、また江戸時代まではですね、卑弥呼は神宮皇后であるという風に考えられていました。